じゃあこんにちは。さあ豊さんでしょ。もう言わない。いつも入りが言わない。さあ豊さん言わない。柳田選手のホームラン見ました。もういきなりだな。片手だしな。あの大瀬良投手からもです。それも左中間だからね。はい。あれ入る片手一本ですよ。いや状態はね、はい、すごくいいなって思ってたので、怪我明けで、はい、まあ、昨年故障してね、はい、まあ、あんまり働けなかったという、うん、で今年にかける思いっていうのはすごくあったと思うんだけど、はい、なんかすごいね今柳田。そのちょっとフォーム見た時に、まあ、片手一本で最後打ってるじゃないですか、うん、なんかこう体は崩れてるように見えた。いや体は完全に崩れてるけど、はい、やっぱバッティングでさ一箇所だけ崩れちゃいけないっていうところがあって、はい、いやトップの位置ってさ、はい、こうバットをこう出していく、これがトップの位置なんだけど、はい、ここが前に来てると崩されて、はい、打てないんだけど飛ばないんだけど、うん、柳田の場合はここが残ってんだよね崩されても、はい、この張りがあるというか、うん、それでぶつけていくから飛んでいくんだよ。じゃああれは状態が、まあ、崩れてるように一見見える、はい、まあ、崩れてるよ確かに、はい、でも一箇所だけ崩れてないんだよ。そこポイントなんですね。ポイントなんだよバッティングの。だからそこを残せるっていうのは、はい、打ち急いでないし、はい、まあ、バッティングはしっかりしてるっていうことだよ。そうなんです、ね、じゃないと左中間なんかね、はい、これが引っ張るっていうかバットのヘッドを使って引っ張るっていうんだったらまだ話わかるけど、はい、押してるんだからね、うん、それで入れるんだから、うん、びっくりだよ。びっくりですよね。じゃあもう万全の状態で今仕上がってきてるっていうこと。いや万全どころかもう仕上がってるよね。もういい人はしゃべる。いやもういい。いいですか。だから今年は余計なことしないことだよね。あ、余計なこと。だからまあ走ったりだとかさいろいろじゃなくてもうバットで帰ってくるというバットで勝負するっていう感じでいいと思うよ。だけどあのホームランを見るとさ、はい、例えば山川がね、はい、西武の、ホームラン王の最有力者じゃない。で敵がいないのかなと思うけど柳田がちょっと対抗馬になってくるねあれ。なりますかね。いや柳田の三冠王っていうのもあるかもわかんないよね。まあ打順にもよるよ。もちろん、はい、うん、打順にもよるけど柳田の三冠王ってあるなあれ。ありますかね。じゃあ今年打順どこら辺に。いやまあ3番とか、はい、まあ、クリーンアップから外さない、多分外れないとは思うんだけど、うん、はい、外さなかったらやっぱこう 1,2 番の活躍によっては三冠王があるということ。まあ三冠王を取るのに打点っていうのもすごく難しくて、はい、やっぱ前にランナーがいないと打点って稼げないじゃない、はい、だから 1,2 番を誰に任すのか、はい、ソフトバンクはね、うん、まあそういうところにもかかってきてるけど、はい、あの打ち方を見せられるとなんか夢が膨らんでくるよね。本当そうですよね、うん、行くんじゃないか今シーズン。いやいや相当行くと思うよ。そうですよね。でオープン戦も練習試合もホームラン結構量産してるでしょ、はい、だからそういった意味ではすごく頼もしい、うんうん、柳田が帰ってきたなっていうような感じがするよ ね。や俺山川をホームラン打点っていうふうに、まあ、おそらく山川がホームランを取れば打点を、はい、ついてくると思ってたんだよ、うん、はい、だけどあの柳田の打ち方を見せられるといや柳田黙ってないだろうなって思うよね。面白いですね今年パリーグのそのねホームランの競争だったり。面白いと思うよ打点とか、はい、で山川は打率という面ではちょっと落ちるからね。で柳田はいいところはボール振らなくなったもん。おお、選球眼もいいんだよ、はい、もう何のあれもないじゃないですか火の打ちどころが今のところはね、はい、あとは怖いのはやっぱ怪我だよね再発という。走ったりとか。でも怪我から復帰してファーム戦、はい、涙を流した、うん、もう野球ができなくなるんじゃないかなっていうようなところから、うん、元の柳田に戻るのも俺大変だったと思うよ、うん、だけど、はい、なんかちょっと進化をして戻ってきたのかなっていう気がするよね。あ、さらにプラスアルファってことですか。が出てきたという怪我の功名なのかどうかわからないにしても、はい、でもなんかよりシンプルになって戻ってきたという無駄が取れてきたというか、うん、まあ、力みもそうだけどさ、はい、非常にいい形の柳田になってきたっていうギータ、うん、ギータ好きでしょ。いや好きですよ好きですよ。私豪快なフォームの選手なんか言ってたよねギータの。あ、
なんか多分抱かれたい選手の動画ですね。俺は言えなかったけどね、そこは。なんで自分でぶっこむか。いやいや、なんか言ってたよねって言われたんで。なんか柳田のネタ言ってたよね。言ってました。抱かれたい選手の、ね、とかですよね。恋人にしたいとかなんとかかんとかみたいな。その動画ありますね。あるよね。それあれじゃないの。また蘇るんじゃない。あ、また再生回数か。いや、違うよ。お前の気持ちがだよ。お前なんか調子悪いね、今日。なんかピンとこないね。やば、梅雨だから。梅雨ダメなの。梅雨私ダメなんですよ。あ、だから、うん、これあのさ、梅雨時からスタートするじゃない。はい。だから、故障者持ちが、あの、故障持ってる人っていうのはさ、こんなんなの？いやいや、やっぱ辛い時期だよね。からスタートする。だから、柳田が心配すんのは、怪我の、まあ、ドーム球場があれだから、はい、あの本拠地だから、はい、まあ、そこら辺は軽減されるかもわかんないけど、はい、やっぱ通じ木っていうのは柳田にとってスタート時期とすればあまり良くないよね。あの怪我持ちの選手とかはそうです。やっぱ低気圧が来るので、うん、やっぱりあ痛いなとかそういうのあるよね。ありますあります。俺は全くないんだけど、ね、腰が悪かったけど。なかったですか。あんまりそれはもう年中痛かったから。あ、だから分からないんですか。分からない。なに通じ木ダメなの。正式私の母がダメなんですよ。な、どうなの。母も父もやっぱ手術の後のところが痛いとか。森口もダメなの。私ですか。私がね、頭ボーなの。ああ、頭なんか雨降るのとか。あの雨降るとやっぱ低気圧なのか湿気がすごいとやっぱちょっと脳の回転もちょっとおかしくなるとか。そういうことか。うん、でもまあ梅雨に入ったけどさ、はい、だけど柳田の活躍っていうのは今年は注目だよね。そうですよね、うん、いや本当に去年苦しいとか自分的にあの辛い思いをしただけに今年はやってやろうっていう思いも。いや中田翔も良くなってんだよ、はい、でブラッシュ、はい、浅村、うん、で山川、はい、まあ、おかわり君もいるよね、はい、おかわり君なんか2番に入ってたけどねすごいよね。2番に入ってた。で柳田でしょ、はい、もうねタイトルがどうなっていくのかっていうのは本当わからない。いやだからこれ優勝争いだけじゃなくてタイトル争いも面白いんじゃない。いや面白いと思うよ今年は。セ・リーグの名前が一つも上がってこない。いやそれはパ・リーグで話してるから。セ・リーグはどうなんですか。セ・リーグセ・リーグは誰なんだろうね、はい、まあでもソトとか、はい、オースティンっていうのも、はい、いや可能性はあるよ、うんうん、とか岡本、はい、これもいいし村上、村上選手いいですよね。いいよ。この前、うん、あの神宮で見てきたけど、はい、やっぱすごいよな、うん、ただ進化もしてるしけど、はい、なんかまだちょっと若いなっていうところはあったね。これなんでかというと読み方だよね、うん、自分のわがままで読んでるところがある、うんうん、相手はそうしてこないよってこの打席はっていうところもわがままに待ってるところがあった、はい、だからそこを臨機応変にいやこっち置いといて餌まいといて次に仕上げるとかさ、はい、そういうことが出てくると村上の三冠王っていうのはあるね。ありますかね。ある勝負強い。すごいなそれ。いや将来的には可能性はある。あそうですか。今年どうかっていうと今年は多分ない。まだね、まだ、うん、まだね。これは言い切れる、うんうん、だけど、はい、将来的には可能性は出てきてる。もうそのぐらいのやっぱもの考え方、はい、やっぱ立派だよ。おでも今ね全部野手でねそうやって上がりましたけど今シーズンまあ生徒パーチームの優勝だけじゃなくてそういったタイトルを取れるような選手たちのその競り合いぶりっていうのいや活躍を、ね、いや楽しみ楽しみ楽しみですね。でその人が、まあ、柳田選手っていう。いや柳田すごいなやっぱりな。やっぱりすごいですよね。やっぱすごいあら魅力だわ。ですね、で崩れないって崩れてるようだけど崩れない最後まで崩れないんだ。あれ本人は打った時って手応えってあるんですか。あのいやあるけど、はい、あるけど擦った感じなんだよね。あじゃあ入る死んでカーンって打ってる感じじゃなくてうーんとこう擦ったような感じなんだけど、はい、でもやっぱりトップの位置がしっかりして大きく触れてるから、はい、あそこまで飛んでいくって、うんうん、だからあの一本はものすごい手応えがあったと思う彼は。あそうなんですね。あいけるって。そういうだから完璧で打つっていうのはさ、はい、なかなかないけど完璧で打ったやつっていうのは大体入るじゃん、はい、だけどあれ崩されて打ってるっていうのはやっぱそれも一本だから。そうですね。だから手応えはものすごく感じると。もしかしたらあのホームランというかあの打席が何かちょっときっかけになって可能性はある。ありますよね、うん、なんかそういうところなんか
ちょっとね、聞いてみたい気もしますけどね、ご本人にね。ちょ、聞いてきて。聞いてて、まず取材人にシャットアウトだ。シャットアウトだからどうしようもないんですけど、まあ、もしね、見ててくださったら、なんかコメント欄にも書かないか。誰が柳田がコメント欄には彼が書いてきたらびっくりするわ。柳田ですって言って、びっくりですね。まあなんか、まあ、書いてきてほしいですね。本当ですね。もし見てたらぜひ、ね、はい、書いてください。楽しみにしてます。はい、はい。